維新の藤田さん、選択的夫婦別姓について入籍後も旧姓に法的拘束力を持たせるというのはどういう狙いなんでしょうか。これはですね、選択的夫婦別姓は非常にイデオロギー的な対立で、賛成派も反対派も非常に最終的にはイデオロギー的な主張をされることによってなかなか前に進まないというのが一つ現実としてあります。ですからまず実務的にお困りになっている方々のをまず解消するという一点において一歩前進させる。例えば我々が提案しているのは戸籍制度は維持しつつ選択的に夫婦別姓、つまり旧姓使用の法制化、旧姓をちゃんと法制化して認めて、例えば今までだったら論文を書くときに旧姓は使えませんでした、そういうものはちゃんと法律的に担保される、こういうですね、全ての皆さんが選択でちゃんとこのお困りごとを解消していくと、こういうことをまずやるべき で、これができると実務的にはほとんど解消します。その上でイデオロギー的なことを議論したい方はしたらいいと思います、私はまず実務的に解消するのが先だというふうに思います。立憲民主党の小川さん、どう考えますか。これは昔から夫婦共生同一性だと思い込んでいる方も多いんですが、明治に入ってしばらく経って、いわゆる全体的な国家主義、全体主義、家族主義の一環として入ったいわば新しい制度なんですね。でこれが結果として女性、特に女性の生きづらさや、あるいはアイデンティティの問題や社会における利便性の問題をかなり妨げているので、私は一刻も早く望む方は別姓を名乗ることが法的権利としてちゃんとできるような世の中にすべきで、これはこれこそ各党が党議拘束を解除してそれぞれの政治信条、政治観に基づいて社会観に基づいて投票を行うべきだと。もうこれ以上時間の猶予を稼ぐんじゃなくて、保守派もいるでしょう、いろんな人いると思いますが、各党が党議拘束を解除して採決に臨むべき課題だと私はそう考えています。自民党の森山さん、党内で意見分かれていますが、選択的夫婦別姓どう取り組んでいくんでしょうか。非常に大事な問題だと思っておりますが、できるだけ今努力をしておりますのは、旧姓が使用できないことで不便に感じられている方が、選択的夫婦別姓の導入を希望されているということではあろうと思いますけども、こうした方々に寄り添いながらですね、法改正を待たずに運用面で対応する形で不便の解消にさらに努力をしたいと思っています。また、選択的夫婦別姓の制度につきましては、家族の在り方、あるいは子どもの氏の問題、子どもの利益の問題、こういった観点に留意しながらですね、丁寧に議論をしていく必要があるというふうに考えておりますが、私どもの考え方であります。江川翔子さんがこんなツイートをされました。維新の藤田幹事長、選択的夫婦別姓はイデオロギー的問題なのが事実と、事実じゃねえよ、統一教会の勝共連合みたいな物言いだわ。今回の選択的夫婦別姓、私の論点は選択的夫婦別姓です、うんうんうん、個人的な話で恐縮ですが、私は国家資格を持っており、個人事業主として仕事をしながら、うん、学生として研究機関に在籍しています、うん、仕事の内容は技術職ですが、公的な手続きに関わるため、手続きの際に旧姓を通称として名乗るのが難しく、一方で研究は旧姓で続けているので、仕事と研究で名前とともにキャリアが分裂しかけている状況です。私は選択的夫婦別姓の実現を明確に掲げている政党に投票するつもりです。これについてね、自民党総裁選でも議論になりましたが、例えば高市さんなどはいろいろなその兵器を認めていくことによって、概ねの困りごとは解消するんだとか。はい、しません。しませんか。はい、兵器っていうのは結局メインの氏があるってことなので、メインの氏を使ってくださいって言われたらそれまでですし、それからそのどこまで権利があるのかっていうことですが、戸籍上の単一の氏じゃないと権利としては結局強い権利としては主張できないので、第一氏を使ってくださいと言われた時に、これが第一氏ですっていう権利として使えないんですね、通称というのは、なので通称で十分という議論は今日でやめた方がいいと思います。しかもいろいろなその都度の資料提出っていう、例えばその氏をそもそも選べているという状況で発生しないような手続きをさらにこう課すことにはなりそうですね。そうです。なので通称があれば十分という議論はそもそも大間違いです。石破さんは今度は弱腰になって、様々な意見があって言い出しました。いかがですか。はい、この問題は経
経団連の皆さんが、力強い声明を出すというようなことがあって、注目が集まっています。ただ、私はちょっと心配しているのは、この問題はもともと女性差別の問題として議論されていたということなんです。うん、経団連の、皆さんの議論、というか、経団連が打ち出したということが強調されると、経済活動に不合理だとか、企業経営で余計なコストがかかる、もちろんそれもすごく深刻な問題だし、経団連の皆さんが、そういう問題を提起してくれたのはすごくいいと思うんです。ただ根本は何かというと、結局宇治を変えて負担になる人が世の中にはいると。でそれは負担は多くの場合は女性に偏っているということですね。女性の中には宇治を変えたいっていう人もいらっしゃる、で宇治を変えたくないっていう人もいらっしゃるので、それは全部の女性がということではないので、特定の立場、特定の心情を持っている女性という、女性の中でもマイノリティなんですが、そういう方への差別がこれまで行われてきたから解消しなきゃいけない、っていうことが根本にあるべきであって、なのでやっぱ経済を前面に打ち出したような議論ではなくて、これは女性差別だったのではないか、あるいは一定の心情を持つ女性への差別だったのではないかっていうことを打ち出していって、欲しいですね。だから家族間に関わるとかではなくて、差別の解消が必要じゃないですか、差別を放置するんですという、もう少し強い踏み込みで議論してほしいと思いますし、その議論を忘れると今度何が起きるかというと、選択的夫婦別姓を導入したとしても、男性優位の社会が残っていると結局宇治は選べないってことになる。フランスなんか、なんか例えば昔って障害のある方がご家族にいらっしゃったら、裏に閉じ込めて隠すみたいな感じ でとにかく触れない、触らない、それがいいんだみたいな感じで、だからすごいなんかね、そこは印象的でしたね。なるほど、でも確かにそう言われてみれば確かにそうかもしれないですね。なんかその議論が深まらないっていう大きな原因の一つでもありますよね、それってね。そうですね、だからその時は、一つはやっぱ可視化することが大事だなと、当事者がちゃんといるんだ、でやっぱり同性婚とか差別解消法の問題とか、やっぱりそういうのが政治の課題にならなきゃいけないよっていう、もうね、なんかすごい昔話みたいであれなんですけど、そういう感じでしたね。そのね、来年で走行から20年になりますけど、はい、なんか今ね、その制度もそうだし、LGBT、法ね、LGBT 法案も本当に一途として進まないというか、ひどい。当時ね、2005年から20年経った今、当事者の一人として体感として どうですか、なんか。いや、とにかくなんかほら、日本って賃金も上がらない、失われた20年とか言われるように、やっぱ全部が、いや、もちろんパートナーシップ前提書とかは、大丈夫か、よかった、なんかね、私の前で今ね、みんながライトを照らしてくれている、何人かでライトをそれをパッと見てちょっと打ってやっちゃった、すいません。そう、そうだから、この20年はパートナーシップの証明書ぐらいは確かに進んだ、全く変わらないってことはないけれど、他の国がそれ以上の勢いで変わってきてるので、G7 の中で、で同性婚ないのって日本だけだし、でなんか今タイもネパールも台湾もアジアの中でもできるようになってる、で今ね、ちょっと生殖補助医療なんかからいわゆる婚姻の男女以外を弾こうみたいなことをまたやってたりとか、いや、本当にだから、やっぱりちょっと変わってはいるし、世論は変わったと思うんです。同性婚ももう7割の人が賛成だし、でも、本当選択的夫婦別姓もそうだけど、制度が変わんないというか、なんかやっぱ今の私も国会にチャレンジしてるのは、もう人の意識はとっくに変わってるのに、法律だけが追いつかない、国会だけが追いつかないっていうのを、もうそりゃええ加減にっていうね、したいっていうのが、もう思いですね。本当ですよね。もう本当にもっとその世論の形成しなきゃいけないとか、皆さんのこうお声を聞かなきゃいけないとかいうのを本当にやめてほしいんですよね。世論決まってますから。そう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 。
いやだから本当はね、今回の選挙とかでもやっぱり同性婚とか選択的夫婦別姓とか、あの新聞社で私は絶対アンケート答えてるので、うん、もうそれに反対の人はやっぱり有権者の力で落とすんやと、うん、ね、まあ、このなんかね、若い人たちとかも、いや同性婚はもうみんなめっちゃ賛成じゃないですか、うん、だけど、うん、なんか投票とのここのリンクがなんかないんですよね。そういう社会になればいいねとか、みんな差別のない社会を作ろうねで終わってて、じゃあそれを担保する制度を作るのは国会で、国会議員なんだよ、だからそういう国会議員を選ばなきゃいけないんだよっていうところまでがなんかね、つながってないんですよ。なんかそれってやっぱりその自分の一票の重さみたいなものを信じられないっていうところも背景にあったりするのかなって思いますよね。なんか自分が投票したところでなんかね、変わらないとか、なんかその自分とその政治の接点がちょっと見出せないとか。そうですね、そうですね。でも違うんですよ皆さん。そう、特に。いや、そうだそうだ、もっと近づく。違うんですよ違うんですよ。そうっていうか、やっぱりこの1票からしか変わらない、本当にそうだと思うんです。だから本当は今25歳からしか選挙に出れないけれども、本当はやっぱり18歳から投票できるから、マジで歳から本当ね、やっぱほら気候変動対策とかもね、そうじゃないですか。やっぱり若い人たちの方が危機感持ってやってる。でも25まででしょ、25からしかやっぱ出れないっていうのが、私もっとやっぱ若い世代の人たちも、選挙権はもう本当高すぎますからね、はい、そう。辻元清美君。辻元君、立憲民主党の辻元清美です。丸川大臣にお聞きします、まあ、ジェンダー平等のオリパラになるか、世界中が注目してます。丸川大臣にお聞きします、選択的夫婦別姓について、オリパラ参加資格を有する206カ国で、日本以外にですね、婚姻した際、法律で夫婦の姓を同姓とするように義務付けている国はありますか。私どもが把握をしている限りでは、現在、婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならない夫婦同氏制を採用している国は我が国以外には象徴しておりません。オリパラ参加国も含めてね、総理、206カ国法律で結婚したら同じ氏にしなさいと決めている国は日本以外ないんです。丸川大臣、選択的夫婦別姓はオリパラ参加国の世界標準であるという認識で仕事に臨まれるんですね、いかがですか。この大臣の任をお預かりした経緯を考えますと、我が国の男女共同参画はまず道半ばであるということは、これはもう明確だと思います。まず国際社会の理解を得るために全力を尽くすということは、私がこの任を預かりしたときに心に決めたことでございます。その上で、選択的夫婦別氏制度を含めて夫婦の氏に関する具体的な制度のあり方については、昨年来議論をされまして、昨年末に閣議決定をされました第5次男女共同参画基本計画においては、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえてさらなる検討を進めるとされているところでございまして、国際的にも、まあ、しっかりやっていきたいという話でしたけど、丸川大臣、それと正反対のことをついですね、大臣に就任する半月前までやってらっしゃったんじゃないですか。総理ご存知ですか。あのね、丸川大臣も名前を連ねて、私その現物持ってますけどね、選択的夫婦別姓の実現を求める地方議会の意見書が採択されないようにと言ってですね、地方議会の議員や議会の議長にですね、こういう文書を送りまくってたんですよ。でこれね、例えば埼玉県のね、県議会議長はね、地方議会の意思決定を無視して失礼な手紙だ。でですね、これですね、国会議員が地方議員の独立性を犯しかねない行為であるという、丸川さん、自覚ありますか、いかがですか。いいことやったと思ってらっしゃいます。国務大臣丸川珠代君。まず日本の地方自治はかなりの程度で確立をされているということを認識をしております。それから私があまり詳しく、政治家に、はい、
私が承知している限りは埼玉県議会議会でもさまざまな議論があるというふうにお伺いしております。国会議員と地方議会は上下関係でもありません。でね、議長に送ってるんですよ。そのね、県議会の議長も含めてですね、公平中立に意見書を採択するかどうか、その人にね、選択的、先ほど申し上げましたよ、オリパラ3カ国、206カ国で選択的夫婦別姓を 採用してない、同姓を義務付けてるのは日本だけなんですよ。そして、それを採択するなと、県議会などの議長にですね、意見書採択してほしくない、するなって送ってるような人が、これ、オリパラ男女共同参画担当大臣、ふさわしいと思いますか、総理。ちょっと失敗だったんじゃないですか、この人事。それは吉井君、はい、静かに。として、さまざまな考えを持つことは、ここは当然のことだと思っています。丸川大臣には政府の一員として遺憾なく能力を発揮してほしい、このように期待しています。この件は BBC とかで報道されてるんですよ。なぜかというと、このジェンダー平等の件をめぐってこの混乱があって今回の大臣につけたわけですね。ですから私はですね、なかなかちょっとですね、よっぽどちゃんとやってもらわないと難しいんで、そのためにはどうするかということなんです。オリパラまでに日本を世界標準にするために、選択的夫婦別姓の法案私たち出してますからね、世界標準にしましょうよ。これそうでしょ、皆さん違いますか。そうすればですね、ああいい大臣になったな、日本もジェンダー平等でいけるなということを証明することになる。これね、イデオロギーの問題じゃないんです。困りごとなんですよ。総理もですね、今ですね、もしも菅という名前ですから、明日から辻元っていう名前に変わるとしてね、通帳から何から全部変えてです。なんでね、日本の女性だけですね、不便とか不自由を強いられなきゃいけないのかっていう、世界標準が外れてるんですよ。総理、最後に申し上げたい。もう党議拘束も外してね、臓器移植法案の時のようにね、私たち法案出してますからね、これ一緒に通して選択的夫婦別姓。そしたら、オリパラ標準国になって、あ、丸川さんもいい大臣だったなと私も思います。総理、最後に一緒にやりませんか。いかがですか。まず選択的夫婦別姓制度の導入を含む夫婦の氏に関する問題は我が国の家族のあり方関わる事柄であり、国民の理解を得て対応する必要があるというふうに思っています。まあ、政府としては男女共同参画基本計画に基づいて夫婦の氏に関する具体的な制度のあり方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら検討を進めていく、こういうことになっています。今の答弁は何の答弁にもなってませんよ。オリパラ成功させたい、ジェンダー平等、日本もそうだとね、反対の人がいてもいいんです。まあ私は同性の人を選ぶ人の方が多いと思います。でも選択したい人に選択権を与えよう、これが多様性じゃないですか。河野大臣、運び屋だけ違って蛇口もぜひよろしくお願いします。本当に申し上げて終わります。はい。